年代から1970年代までソ連の宇宙計画の一環として行われたソビエト連邦による火星の無人探査プログラムである。詳細はマルス肉計画を参照マルス1号の切手ソビエト連邦の火星に探査機を送ることを目的とした最初の計画はマルス肉計画で 650kg の質量を持つ2機の 探査機が1960年に打ち上げられたが、失敗した。詳細は、マルス1号を参照マルス1号は1962年に打ち上げられたが、火星への途上で失敗した。この頃、ソビエトは、マルス 1962A とマルス1962バイトという2機の宇宙船を打ち上げた。両者とも、 マルス3メガボルトマイナス 4A という 900kg の機体を元にしたものだったが、どちらも地球の軌道を抜けることはできなかった。1964年に、ゾンド 1964A とゾンド2号を打ち上げたが、再び火星への途上で失敗に終わった。1969年には、マルス 1969A とマルス1969バイトを打ち上げたが、 どちらも失敗し、1971年から1973年には、それとよく似た、マルス2号からマルス7号を打ち上げた。1971年に打ち上げた、マルス 1971C は、約5トンと新型のより重いデザインで、打ち上げには、プロトンロケットを必要とした。軌道探査機と着陸探査機を火星に送るように、設計されていた。 機動探査機の設計は、後に金星を目的としたベネラ計画で用いられたものと同様のものだった。1975年以降のベネラ計画ではかなり改善されたものの、この時期の探査機の設計は未熟なものだった。探査機のハードウェアの信頼性の問題は、ソビエト連邦の1960年代後半から1970年代初期の 計画には常につきまとっていたが、1970年代中盤に新しいものを作る方針から既存のものを改良する方針に転換したことで大きく改善された。詳細はマルス 1969A を参照詳細はマルス1969バイトを参照マルス2号とマルス3号のミッションは同じ宇宙船を用いて行われ、 両者とも機動探査機と着陸探査機を備えていた。これは火星の表面に到達した初めての人工物となった。1971年5月1日のコスモス419号は打ち上げに失敗し、M-71 計画の3番目の探査機はアメリカ合衆国のマリナー8号、マリナー9号に対抗して火星の初めての人工衛星になることを目的としたもので。 軌道探査機のみを運んだ。科学的な目的としては、主に火星の表面や雲を撮影すること、火星の温度を決定すること、表面の地質、素性、物理的性質を研究すること、大気の特性を測定すること、太陽風や惑星間及び火星の磁場を観測すること、着陸機からの信号を地球に中継すること、等であった。マルス2号とマルス3号は、 タイアジアーリスプートニクによって打ち上げられた。マルス 1971C。編集詳細はコスモス419号を参照マルス2号。編集詳細はマルス2号を参照マルス2号の切手マルス2号は1971年11月27日の火星への到着4.5時間前に降下モジュールを切り離した。降下モジュールは 約尾遅 6.0km の速度で計画よりも鋭角に火星の大気に突入した。降下システムは故障し、着陸機は45度 S、302度 W の地点に衝突し、火星の表面にソビエト連邦の国章を残した。その間、軌道探査機はエンジンを再点火し、火星から 1380X24。 940km のところを軌道傾斜角48.9度、軌道周期18時間で好転する軌道に乗った。炎天にいる30分の間に、化学装置の電源が入れられた。マルス3号、編集詳細は、マルス3号を参照マルス3号の効果モジュールは、1971年12月2日9時14分、火星に到達する4時間35分前に、切り離された。 高化モジュールは約秒速 5.7km の速さで火星の大気に突入した。地上探査機は、空力ブレーキ、パラシュート、逆推進ロケットによって45度 S、158度 W の地点に軟着陸し、探査を開始した。しかし20秒後、原因不明の故障で装置が止まってしまった。おそらく着陸時の激しい砂塵嵐の結果だと考えられている。 マルス3号の着陸探査機は火星の表面の初めての写真を地球に送信してきた。その間、軌道探査機は燃料の一部を失い、計画された周期25時間の軌道を維持することができなくなった。そのためエンジンを使い、マルス2号と同じ軌道傾斜角48.9度の周期12日19時間の軌道まで機体を押し上げた。両方の地上探査機は、 小さなローバーを積んでおり、地上探査機から15メートルの範囲をスキーで移動することができた。地球からの無線によるリモートコントロールで操作するには遠すぎたため、自動での障害物回避のために2本の金属製の小さな棒が用いられた。両方のローバーは土壌の密度と止圧強度を試験するため、密度計と動的透過度計を備えていた。 ローバーは着陸探査機の故障に伴って動かなくなった。マルス2号とマルス3号の軌道探査機は1971年12月から1972年3月の期間の莫大なデータを地球に送信した。データの送信は8月まで続いた。マルス2号は火星を362周、マルス3号は20周して、1972年8月22日に、 ミッションを終了したことが公表された。合計で60枚の画像が送られ、この画像とデータによって表面の立体地図が作成され、火星の重力と磁場に関する知見が得られた。1973年7月から8月にかけて、ソビエト連邦はマルス4号から7号までの探査機を M-73 計画として打ち上げた。この年は地球から火星への飛行コースが、 効率的な時期ではなかったため、1971年と同じ質量の探査機を火星の軌道に投入できなかった。対策として探査機を軽量化する必要が生じた。前回は1機の探査機が軌道上からの探査と着陸機の投下を行うことができたが、今回は2種類の探査機で役割を分担した。マルス4号と5号は火星周回軌道上から、 火星の大気と地表の組成、構造、特性についてのデータを送り返した。軌道上からの観測専用とし、硬化モジュールを搭載しないことで質量を制限内に収めた。マルス6号と7号は硬化モジュールを備えていたが、代わりに火星軌道投入に必要な燃料を搭載しなかった。着陸機を分離した防線は火星の重力圏を通り過ぎて、 太陽周回軌道に入った。着陸機の通信は4号と5号で中継する計画だった。打ち上げにはいずれもプロトン SL-12、DE-1E を用いた。マルス4号、編集マルス4号は1974年2月10日に火星に到達した。集積回路の故障により逆推進ロケットが起動しなかったため、マルス4号は 火星周回軌道に入ることができず、火星から 2200km の距離を通過することになった。本来の目的は果たせなかったが、火星通過時に撮影した一連の写真と、火星の太陽から逆側の電離層からの最初の検出データである電波射蔽のデータを地球に送信した。フライバイ後は太陽周回軌道から惑星間の観測データを送信した。マルス5号。 編集マルス5号は1974年2月12日15時45分に火星に到着し、高度 32,555km、軌道傾斜角35.3度、周期24時間53分の楕円軌道に投入された。惑星の時点とほぼ同期した軌道を回りながら、2台の広角テレビカメラで12枚の接近写真を撮影した。ベガカメラは、 カラーフィルターを備えた 52mm のレンズを持ち、ズラファールカメラはオレンジのフィルターを備えた 350mm の望遠レンズを持つ。画像は220線のモードで伝送され、そのうち選択された画像は880線か1760線の解像度で再伝送された。マルス5号は中継機の加圧状態が失われるまで22周の間データの収集を行った。 9日間にわたって5度 N330 度 W から20度 S130 度 W の範囲のマリネリス峡谷南部の60枚の画像を送信した。マルス6号、編集マルス6号は1973年8月5日に無事打ち上げられ、プロトンロケットで一度宇宙大気軌道に入り、その後火星繊維軌道に入った。燃料を含めた 合計の質量は3 2 6 0ラムで1974年3月12日に火星に到着した。降下モジュールは火星から4 8 0 0 0トルのところで切り離された。母船は火星から1 6 0 0トルのところを通り過ぎた後、太陽周回軌道に入った。降下モジュールは9時5分53秒に秒速5 6キロメートルで大気圏に突入し、 空力ブレーキで秒速600メートルまで減速した後、9時8分32秒にパラシュートを開いた。この間、探査機は情報を収集して地球に送信した。高下モジュールとの通信は、地表と近づいた9時11分5秒に一旦途絶し、この時に逆推進ドケットが点火したか、推定秒速61メートルの速度で地表に衝突したと考えられている。 マルス6号は23.90度 S19.42 度 W のマルガリティファー大陸と呼ばれる領域に着陸した。着陸時の質量は 635kg だった。効果モジュールは通信が途絶するまでの224秒間データを送信したが、集積回路の故障のためデータの多くは判読できなかった。マルス7号。 編集マルス7号は1973年8月9日に無事打ち上げられ、プロトンロケットで一度宇宙大気軌道に入り、その後火星繊維軌道に入った。燃料を含めた合計の質量は 3260kg で、1974年3月9日に火星に到着した。計画された着陸地点は50度 S、28度 W だったが、高度制御装置、 または逆推進ロケットの故障のため、着陸機は予定より早い到着の4時間前に切り離されてしまった。その結果、着陸機は火星からそれ 1300km の距離を通過した。母船と着陸機は共に太陽周回軌道に入った。マルス4ナノメートルとマルス5ナノメートルが1973年に打ち上げられることが1970年に計画された。 また、N-1 ロケットを用いた火星へのサンプルリターン計画が1975年に計画されたが実現しなかった。詳細は、フォボス計画を参照フォボス探査機火星とその衛星、フォボスを調査するための2機の探査機が1988年に打ち上げられた。フォボス1号は与えた指令の誤りで故障した。フォボス2号はデータを収集し、 火星とフォボスの写真を地球に送信したが、フォボスに着陸する前に更新が途絶えた。詳細は、マルス96を参照マルス96は1996年にロシアにより打ち上げられたが、打ち上げロケットの故障のため火星へ向かう軌道に乗ることができず、地球に墜落した。探査機の設計は、フォボス計画のものを元にしていた。マルスの名前がつくが、 ソビエト連邦の一連のマルス計画とは直接関係しない。マルス96で予定されていた観測の一部は2003年に欧州宇宙機関が打ち上げたマーズエクスプレスで実現した。詳細はフォボスグルントを参照フォボスグルントは火星とフォボスを観測し、フォボスの岩石を回収して地球へ帰還することを目指した。2012年に打ち上げられたが、 打ち上げロケットの故障のため失敗した。ありがとうございます。